って何グラムぐらいあるか分かる。まあそんなもん、有無を言わさず測ればいいだけの話で。わあ、1キロ近く。頑張れ。里芋ってこうやって洗うの？さあ、洗うなら洗うで、まず先にまとめて洗っちまえよ。ね、洗うんか、どうせ皮むくのに。うわ、汚ねえ。これは時間がかかりそうな。そうですよ、作業だよ。あ、手に持ってるのか。何も映らん。これってなんかこういうのあったら良くないよね。よし、あ、ごめん、塩小さじ1だったっけ。塩小さじ1を入れるって書いてあった気がするんだ。塩なくなるわ。え、いいことを考えたよ。本当ですか？パパさ、はい、里芋のさ、はい、端と端切ってって。私これ周りのさ皮さ剥いてくからさ、はあ、他のやつ全部さ、なんていうの、端っこだけ切り落としてって、なんかその作業がめんどくさい。この辺を端と端を切って、前も言ったけど、里芋の何が嫌いってさ、うん、どう考えてもさ、うん、もったいないじゃんね。うん、え、そこの辺食えますよね。そこのまとめて切り落とすわけじゃん、これ性質上。はあ、え、全然残らへんやん、これってやつになってるから。はあ、危ね、怖、パッと見怖、めっちゃ切り落としてるやん、これだって。食べるのは好きだけど、もうこういうの見ると食べたくないっていうか、なんかやりたくない。贅沢だな。里芋好きだから山ほど里芋食べたいって前一回作ったじゃん。その時に、え、こんなん自分でやるもんじゃねえなって本当心から思って。人がやってくれたものを食べるのが一番だなって。だから俺はやらないって言ってたのに、なんでこうなったんだろう。私が食べたいからだ。あ、そう。前回も本当思ったんだけどさ、もうちっちゃいやつさ、本当に残らんやん、身が。そう？うん、どんどんちっちゃくなってくからさ。え？ってこれってやる意味あるの？って思っちゃうんだよな。で、ちっちゃいやつはもう本当危ないから俺そぎ切りにするわ。そしてまたさらにちっちゃくなっていく。こんだけしかない、これちっちゃい。こんだけしかない。こんだけしかない。ね。ママ。あの子なんですぐに僕らも見失うわけ？寝てたんじゃない？寝て起きたら誰もいないから泣くの？そう。あれって、誰もいないよって。後編。ママ呼ぶと来ない。俺が呼んだら来るんじゃない。今コログ持っとるかもしれん。ああ、それはあると。コログ連れてかなきゃって。ママ来んね。存在さえ確認できたまま音がした。あ、モビ。あれ？どっか行ったの？降りてきて。
今の音拾っとったらめっちゃ可愛い。あ、モピー来た。だね、いた。いた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 なんで爪。あ、モピー爪研ぎでアピール。うん、思いっきり刺してきたかった。今日デニムとかじゃないから痛い、貫通した。モピオ痛い痛いっちゅう。愛情表現の痛いっすよ。これって皮ちょっと残ってたりしたらやばい。そう、ほんのちょっとちょっとこの色なんだろうね、これね。そう、これえぐった方がいいのかな。あああぶないわねー。まだだよ、ご飯は。どうしたん？どうしたん？どうしたん？こうなりました。もう火つけて一緒。1、2、最低限3はまともに3ぐらい入れた、うん、とりあえずこれで様子見。うん、瓶に砂糖に。いつも濃厚だね。だけどいつも言うけど、だしとみりんさえ入ってきて美味しいからな。よしで、味見しないんだよ。え、わからんくない？わかる？わからん。そんな熱くないか。うん、あ、薄いかもしれん。でしょ、だって水分2倍なんだよ。でもそんな悪くないよ。でも煮込むやつだからさ、うん、薄くない？なんか蕎麦のつゆぐらいじゃない？蕎麦のつゆぐらいよ。薄くない？薄い？煮物だよ。じゃあ大さじ1ずつ足していきますか。はい。ああ、全然浸らない。全然浸らないよ。でかすぎたか、やっぱり。あ、浸ってきたじゃん。あ、傘が増えて、うん、あっち。はい、オッケー。で、中火。どうでもいいんだけどさ、これ作るのはいいんだけどさ、ちょっと沸騰してきた。主食は？え、これ主食じゃないの。こいつメインのおかずなの。え、違うの。こいつと味噌汁とか。味噌汁、サラダ。ええ、飯泥棒を自分で用意しやがる的な。煮物って飯泥棒じゃないの。これとご飯合う。合う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 。あんまイメージないんですけど。え、じゃあここに何作るの。なんかある。わかんないっす。なんかある、作ってよ。分ね、パパ料理。なんかこれ小鉢的なイメージだけど。そう？煮っころがしはメインでしょ。本当ですか。じゃあいいんじゃない。コメント欄でいいんじゃないですか。主食ですねっていう意見と、いや小鉢ですねっていう意見と分かれるね。じゃあ僕はあのちゃんとご飯はキムチで食うんで大丈夫です。で、多分娘はあのふりかけで食います。あ、これ好きだから。うそ、うん、これめっちゃ好きだよ。これとご飯で食える。食べる食べる。じゃあ本人に聞いてみよう。よし、これでまだ結構あるな。まだあるよね。まだある。じゃあもうちょっと煮転がせば。よっ、あっちゃ、やったぞ。よいしょ、よいしょ。どんどん泡が。ほんとじゃん、泡だらけだ。やばいね、膨らんでくる。わあ。穴が中央にないからすごい気になる。泡じゃない、穴が。どうして困ったの。適当に破いたらそこになった。バーン。こんなに汁が減った。きっと過去かえば過去。何そのうち本の今作ったの。うん、昔の CM。 本当にあったの。
当にないです。じゃあキットを咲かせて見せましょう。シャキッと博多へ、シャキッとポーン、わわわわーって言うんだよ。わわわわじゃねえ、わわわわ、なんでわわわわ、シャキッとコーンの歌で、わわわわ、へえ。ちゃんと歌っといてよ。え、歌っといてよ。しかももっと渋いおっさんの声だから、シャキッと歯ごたえみたいな。シャキッとこう、うん、わわわわっていうの。そうだよ、わわわわか。頭に残る CM だよ。懐かしいな。私が小学生ぐらいの時の歌。シャキッと歯ごたえ、全然違うじゃん。あ、うん、シャキッとコーン。あ、それも蓋、うん、止めといて。え、いつ取った？録画止めといて。はい、食べてください。あなたが作った、あなたの芋よ、あなたの芋よ、いただきます。はい。うん、刺しばし忍び足、パカッてやりたい、パカッと。ああ、こんな感じ。あれあれ、あんま浸透してないわね。顔が微妙なんだけど大丈夫？うんうん、やっぱ煮込み足りなかったんじゃないですか。足りなかったかな。うん、まあ、うん、いいんじゃない。いったじゃー。はい、一口ちょう。うん、十分十分。うんうん、オッケー。全然中まで浸透してないけど美味しい。うん、ちょっと醤油多かったな。多かった。うん、ちょっと醤油が強いわこれ。まあうまいけどね。うん。